バイオリニスト、現在はタレントとしてテレビでも活躍している高嶋ちさ子が YouTube チャンネル高嶋ちさ子公式 YouTube チャンネルを開設したのは去る3月30のこと。チャンネル概要によれば年間100本近くのコンサートを企みがプロデュースしているという高嶋。そんな彼女が4月3日の初投稿以来、コンサートメンバーなどとのテレワーク、自宅での各自撮影を編集音楽会を披露しており、世界一贅沢なテレワークだと視聴者の関心を集めている。4月15日投稿の高嶋ちさ子岸谷香織テレワーク演奏ダイヤモンズダイヤモンドでは、岸谷香織も参加、自らがボーカルを務めたガールズバンドプリンセスプリンセスの名曲ダイヤモンズダイヤモンドを歌唱披露。また共通の友人だという元フジテレビアナウンサーの木佐彩子も人参をマイク代わりにコーラスとして参加しており、仲睦まじい関係がよくわかる映像が流れた。4月22日には高嶋ちさ子12人のバイオリニストカノンテレワークで弾いてみたを投稿。コンサート12人のバイオリニストでは鉄板の曲だとインカノンを高嶋をはじめとした、まさに12人のバイオリニストがテレワークで演奏という豪華さで、懐かしいコンサート映像や写真が編集に組み込まれるという不安感類ものの内容となった。これに毎年サントリーホールにカノンが好きな母を村じれていくのが恒例でしたので、早く生演奏を聴ける日が戻るように今は頑張ろうと思いました。ありがとうございますとコンサートを懐かしんだり、これを聞くと卒業式を思い出します。僕は今高3なのであまり関係なかったのですが、この全員卒業された方々はこんな状況で本当にかわいそうだったと。早くこの曲が素直に聴ける日が来ることを願いますと、コンサートの再開を望む視聴者のコメントが相次いだ。タレントで手相占い師の島田秀平は2020年は目に見えない通信、愛、絆の時代に突入すると予言していた。新型コロナウイルスがその原因になるとは予想もつかないことだったが、今その予言通りに愛と絆が試される時代に突入したと言えそうだ。